絵で読む歴史、優しく学ぼう2回目は、おいら、シロワンと私、クロニャンでお送りしますにゃんワン今回は、渋沢栄一だにゃんおいおい、知らないのか渋沢栄一といえば、次の一万円札のお方じゃないか福沢諭吉が渋沢栄一に変わるんだでも、そんなに偉い人なのかにゃん 渋沢さんはな、近代資本主義の父って呼ばれてるお方なのさ難しそうだにゃん黒にゃんは銀行行ったことがあるかもちろん、預金もいっぱいあるにゃんじゃあホテルに泊まったことは彼と、いや恥ずかしいにゃん電車に乗ったことはあるに決まってるだにゃんビールは好きかだ じゃあ、その銀行とかホテルとか鉄道とかビール会社を作った人はわかんない。それが渋沢栄一大先生だよ。すごいにゃん。黒にゃ渋沢栄一のこと知りたくなっちゃったにゃ。よしでは渋沢さんの人生をざっと紹介していくぜにゃー。渋沢栄一は江戸時代の終わりに。 今の埼玉県深谷市で大きな農家の息子として生まれたのさ立派なお家農業だけではなく藍玉の商売もやったりしてとってもお金持ちだったんだなところがその頃の日本にはまだ身分差別があっただろう市の交渉そうだ渋沢さんちみたいなお金持ちの農家は侍たちから たたくくさんんんのお金を踏んだだられていたんだひどいにゃーだから渋沢さんは身分差別をなくしたかったんだわかる時は幕末ペリー率いる黒船がやってきて日本は大騒ぎになった徳川幕府を倒して新しい政府を作り日本を外国から守れっていう運動が始まったそれを「尊王攘夷運動」 よく知ってるな歴女ですからじゃあ若き渋沢さんはその時どうしていたか知ってるかにゃん渋沢さんはな勤労の志子となって京都へ行ったんだじゃあ幕府を倒そうと戦ったの身分差別もなくなるもんねいやそこが渋沢さんの面白いところでな渋沢さんは京都で 爆心になっちゃったんだなええー、敵の方に寝返っちゃったのどうしてにゃん。その頃京都で政治を取り仕切っていた一橋義信という殿様がいたんだが、この義信は徳川家の人間でな。いずれ次の将軍にって思われてた人だ。その義信の家来の平岡円志郎という男が渋沢をスカウトしちまったんだな 渋沢は幕府に捕まった仲間を助けてもらおうと平岡を訪ねて行ったんだけど、この平岡と馬があったのか、そのまま一とつばし家の家来になったんだ。でも寝返ったわけよね。渋沢はもともと侍じゃないからね。日本が良くなればそれで良かったんじゃないかな。一とつばし家の家来になって、それからどうしたの渋沢は、 一橋家の財政を立て直したりして立派な家来になったのさその後主人の一橋義信が徳川本家を継いで将軍になり渋沢は晴れて幕臣となったわけだけどそしたら幕府が倒れちまった明治維新ね渋沢は勤労の志士たちに負けたのねうんでもちょうどその頃渋沢は日本にいなかったんだ義信の弟の 秋田家のお供をしてフランスに行ってたのさフランスフランス万博に出席してたんだなそのついでにヨーロッパ中を回って先進国の実力をじっくりと観察したんだ銀行、ホテル鉄道、ビールああ、でもそれ以上に渋沢が驚いたことがあったなになにヨーロッパでは軍人と商人が 正々堂々と議論を戦わせ付き合っていたことだよそっか日本では侍と商人には身分差別があったからにゃヨーロッパには渋沢が夢見てたお手本がいっぱいあったのねそういうこと渋沢はヨーロッパで学んだことを日本でもやろうと思ってたんだところが徳川幕府は倒れて明治政府ができてたってわけね 渋沢さんはどうしたのかにゃ日本に戻った渋沢は静岡に隠居する徳川義信のもとに身を寄せて今度は静岡の財政改革に成功するんだその手腕を明治政府は見逃さなかった世界を見てきたそんな優秀な人を明治政府が放っておくわけないわにゃ大隈重信が渋沢を大蔵省へ引き抜いて渋沢は 拉腕を振るうことになるんだどんなことをやったのかにゃ渋沢が関わった主な法律や制度は次の通りすごいにゃんでも渋沢はその後大蔵省をやめてしまうんだどうしてかにゃん大久保利道が新しく大蔵卿になったからだよ渋沢は大隈重信や かおるとはうまくやれたけど大久保利通とは馬が合わなかったんだな残念でもここからが渋沢栄一の本領発揮なんだぜどういうことかにゃ渋沢は民間人になってからも次々と新しい事業をやったんだ日本初の株式会社による民間銀行の設立だろ社会公共事業だろ 日米関係の修復だろうもう数えきれないほどさ何より渋沢が偉かったのはビジネスをやるにあたって人の道に外れるようなことは決してしないようにしたってことさそれを「論語とそろばん」という「論語とそろばん」それなんだにゃんこう知って知っててるか知らにゃーい昔のの中国の偉い人でな 人の生き方や道徳を説いたんだその孔子の教えを書いた本が論語詩曰くって聞いたことないかあるにゃんそれが論語かそう渋沢のお父さんが偉い人でね農家とはいえ渋沢にたくさん勉強させて渋沢もそれに応えて論語をはじめたくさんの本を読んでいたんだ渋沢は 子どもの頃からこの「論語の教え」を大事にしていたのさお父さんの教育が渋沢さんを作ったのねうんビジネスの世界って競争が激しくて時には人を蹴落としたり傷つけたりすることもあるだろうだからこそ渋沢は自分が関わる事業では絶対に人の道を外れないって心に誓ってたんだなだから財閥も形成しないで 自分個人の利益ではなく国家社会のための公益を守り続けたんだだから一万円札に選ばれたのね近代資本本主義のの父、えらいにゃん。日本実業界の誇りね。福祉事業にも力を入れて昭和6年11月11日渋沢栄一はこの世を去ったんだその志が今も引き継がれていることを祈るにゃん。 Wow!